それでは宇宙探査イノベーションハブの紹介をさせていただきます。はじめのスライドには国際宇宙探査ロードマップが示されていますが、この図に書かれておりますように、月、火星へ向けた国際宇宙探査の動きが加速しております。宇宙探査が広がりを持つためには、これまで探査に必ずしも関わってこなかった企業、研究機関、大学等が多く参画することが重要だと考えています。こうしたことから、宇宙探査イノベーションハブ、通称探査ハブでは、非宇宙分野の企業や大学の事業化を支援しつつ、宇宙探査の持続的な発展を目指した技術研究開発を実施しています。この資料では、探査ハブが目指すところ、探査ハブの研究領域、共同研究のポジション、並びに探査ハブ共同研究の課題設定プロセスについて、簡単にご紹介させていただきます。宇宙探査イノベーションハブが目指すところですが、従来の宇宙関連企業への発注型から転換し、異分野融合によりイノベーションを創出するための新たな仕組みを目指しております。下の図には、探査と事業の双方における成果創出を目指す、我々がデュアルユーティライゼーションと呼んでいるコンセプトを記していますが、宇宙開発の利用拡大を図る JAXA と、産業振興・新産業の創出を図る企業・大学研究機関を探査ハブが結び、イノベーションの創出により地上技術の宇宙への積極的利用と地上技術への波及効果を同時に得られるものです。こうしたことにより宇宙探査シナリオ・ミッションの実現、左側の矢印と右側、社会課題の解決・産業競争力の向上を同時に実現することができると考えております。次に、探査ハブの研究領域のイメージをまず示します。考え方としては、日本が得意とする技術を発展させたい、そして将来の宇宙探査に応用しつつ、産業競争力も向上できる、そのようなテーマを抽出しております。分野を大きく分けますと、左の探る探査ですね。下の作る、月面で物を作る、さらには月面で建てる、あるいは月面に住む、こういった4つの大領域をイメージしまして、ような研究ポートフォリオを作成しております。このポートフォリオでは、例えば左上、探るの分野では、探査に必要な着陸技術、自律探査、あるいは月面で資源、水や氷を見つけるための技術、ロボット、移動技術等々がございます。一方、探査から一歩進んで月面で物を作るためには、例えば現地で資源を抽出したり、水、空気を再生、あるいは食料を現地で生産するといったテーマが考えられます。同様に、無人自動建設等を目指す建てるの分野、あるいは右側、インフラ構築やリサイクル技術の活用を目指す SIM といった技術、こうした4領域にていくつかの研究テーマを設定した上で、研究公募並びに共同等を実施しているというわけです。これまでの共同研究の例を4つの分野について記しておりますが、探査で必要な VSRAM 技術、通信、ローバー、センサー、レーダーといったものがこれまで成果が得られておりますが、さらに月面で植物を作るための技術、水素還元技術、ガスクロ技術等々ございまして、地上でも使える様々な技術が月面への応用展開が可能で、こうしたデュアルユーティライゼーションの技術研究が様々な成果を達成できているということがお分かりになるかと思います。こうした探査研究のポジションですが、次の図に記したように、共同研究にて、探査技術としては、技術成熟度 TRL が5、宇宙実証の手前まで、また、地上応用技術としては TRL で6から7、これは実用化研究の手前まで技術レベルを引き上げることを目標としております。また、宇宙向けの研究開発と
地上向けの企業のニーズのマッチングを取ることによって、研究を加速することを目指しております。最後に、探査部研究の課題設定プロセスについてご紹介しますが、企業のニーズ、研究動向を多く取り入れるための研究開発スキームをこのように構築しております。まず、地上と宇宙の共通技術課題の収集議論ということで、フォーラム等を通して、非宇宙業界とのコミュニケーション、連携を図ることで、各企業等には技術提案をしていただきます。これまでに700件近くの研究提案、技術提案を受け取っております。ありがとうございます。この提案に基づき、研究募集を今回 RFP7 として22件実施することになりました。研究テーマでは、探査への貢献はもちろん、各種産業へと直結する優れた事業性を持った課題を重要視しております。その後、テーマ選定並びに共同研究の開始と進むわけですが、これ以降の詳細については次のプレゼンテーションでご紹介したいと思っております。私の方からはご説明以上になります。ありがとうございました。